ケンドリック・ヤンスツ・テルブルフヘンは、オランダの画家、テルブルフヘンとも、カラバッジオに浸水し、カラバジスティと呼ばれた、オランダ人画家の一人、テルブルフヘンの幼年時代については、わずかしか知られていない。彼は、ハーグで生まれ、1590年代に彼と家族は、ネーデルラントのカトリックの画像だったユトレヒトへ、引っ越した。この地で13歳の時、画家、 アブラハム・ブルーマールトについて画作を学んだ。マニエリスムの歴史画家だったブルーマールトから彼は芸術の基礎を学んだ。1604年頃、テルブルフ編は腕を磨くためにイタリアへ旅行した。当時のオランダ人画家が遠方まで修行で向かうのは稀であった。彼は1604年にローマへ到着しカラバッチオと直接接触した。テルブルフ編は カラバッジオの作品をイタリア人、カラバッジスティオラツオジェンティレスキから学んだ。カラバッジオの作品はイタリアで大評判を巻き起こしていた。彼の絵画は大胆なキアロスクロ技術で特徴を付けられた。しかし、主題の社会的な写実主義のため、時には魅力的、時には衝撃的だったり薄暗い庶民だったりした。イタリア滞在時に、 テルブルフンに影響を与えた他のイタリア人画家は、アンニーバレカラッチ、ドメニコ・ザンピエーリ、グイド・レーニであった。ユトレヒトへ戻ると、彼は他のオランダ人、カラバジスティ、ヘラルト・ファン・ホント・ホルストと活動した。テルブルフンは1629年に、ユトレヒトで死んだ。疑うウシト,トマス。1621年から1623年、テルブルフンの木に、 入りの主題は、半身大の酔っ払いの肖像、音楽家だったが、彼はより大きなサイズの宗教画と、群像も生み出している。彼はカラバッジオから受けた影響を持ち込み、彼の作品は、明暗の強い劇的効果を持ち、同様に情熱的に主題へ注ぎ込んだ。たとえ彼が若字にしたとしても、彼の作品は、好意的に受け止められ、他の画家たちに、 偉大な影響を残しただろう。宗教的主題の彼の処理法は、レンブラントの作品の中に反映されているのが見て、取れるし、彼の画風の要素は、フランス・ハルスとヨハネス・フェルメールの絵画の中に、見つけ出せる。ピーテル・パウル・ルーベンスは、テルブルフヘンの作品について、その他のユトレヒト出身芸術家のすべてを超越する。との記述を残した。ありがとうございます。